昨年、中国、遼寧空母の動きですが、宮古海峡を何度も通過していました。今回は、日米での中国空母の監視に、変化を詳しく見ていきますね。米空母でも対応していますが、海上自衛隊でも、護衛艦と哨戒機での監視を強化していました。アメリカ空母も振り返ると、いろいろと日本へ来ていました。まだまだ、中国の003型空母が建造される前に、対応が必要、日米大での、さらなる連携強化が必要です。2021年4月に、中国海軍の空母、遼寧ほか、連配級ミサイル駆逐艦1隻、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦2隻、ジャン海級フルゲート1隻、冬級高速戦闘支援艦1隻の計6隻から、なる空母艦隊が、東シナ海から、南西諸島の宮古海峡を太平洋に抜けた後、台湾周辺で、軍事演習を実施して、アメリカ海軍の空母、セオドア・ルーズベルト含む、やはり6隻から、なる太平洋艦隊第9空母打撃群と、南シナ海から、台湾周辺において、互いに軍事演習を行い、万一の衝突を懸念する緊張が走ったことがあった。2021年4月3日の午前8時頃に、海上自衛隊護衛艦、鈴月と、第1航空軍所属の P1 哨戒機、第5航空軍所属の P3C 哨戒機が、空母、遼寧含む6隻から、なる中国海軍の艦隊が、沖縄本島と宮古島の間にある、宮古海峡の公海上を通過して、太平洋に向けて航行しているのを確認し、情報収集、及び、監視警戒を実施した。空母、遼寧は、就役後、毎年のように、駆逐艦、フリゲート艦を伴って、宮古海峡を通過しており、特に、ここ数年は、4月から6月にかけて、南西諸島をすり抜けて、太平洋に進出しており、今回も、同空母が、外洋での行動が可能であることのアピールが目的であろうと思われる。ただ、今回は、中国海軍の最新鋭ミサイル駆逐艦である、055型の連配級、南アキラ級ミサイル駆逐艦が含まれていて、海上自衛隊とアメリカ海軍が注目をしていたようである。この連配級ミサイル駆逐艦は、アメリカ海軍のイージス艦に対抗すべく、中国海軍が建造を開始したもので、現在は、ネームシップとなる、南アキラ、2番艦、ラサ、3番艦、大連までが就役していると思われる。中国海軍は、ミサイル駆逐艦と公表しているが、満載排水量が1万3000トンを超えることから、アメリカ国防省や国際戦略研究所では、連配級ミサイル巡洋艦としていて、着目すべきは、112セルもの数を持つ、VLS 発射セルの数であり、これは、アメリカ海軍の、アーレイバーク級イージス駆逐艦や、海上自衛隊のイージス護衛艦、マヤ型の96セルを上回っている。また、高性能であると予想される新型レーダー性能とイージス艦としての性能については、現在、西側が情報収集を急いでいるが、いずれ空母艦隊における防空のようとなる艦艇であろうと予想されている。今回の中国海軍の空母艦隊行動については、アメリカ海軍第7艦隊所属で台湾海峡を航行していた駆逐艦、マスティンが、遼寧を捕捉して追尾していた映像が、SNS 上で公開されて、話題となっていたが、その映像には、海上自衛隊の護衛艦も、行動を共にしていたことが、わかっている。この後、中国艦隊は、再び宮古海峡を抜けて北上し、再び第5航空軍所属の P3C 哨戒機と海上自衛隊の護衛艦、朝日が警戒監視を実施していたが、4月27日に、遼寧、搭載のヘリコプターが、尖閣諸島の大正島の領海に近い空域を飛行したため、航空自衛隊那覇基地より、F-15 が、スクランブルをかけて対応した。このように、今回は、
中国空母艦隊とアメリカ海軍空母打撃群が演習を行いながら艦隊行動を取りつつ接近した初めてのケースとなったわけであるが、もし実際に互いに艦載機を発進させて戦っていたら、どのような戦闘が展開されたであろうかということについては、大変興味深いものがある。まずは、単純に、双方の空母艦隊を公表されている、性能値で比較してみたいが、中国軍の兵器性能については、非公開のものが多いため、各方面からの情報を総合して判断せざるを得ない。空母、遼寧は、もともとは、旧ソ連が建造した、アドミラル・クズネツォフ級の2番艦、バリアーグで、ソ連が崩壊後、建造中のまま、ウクライナ海軍の所属となって放置されていたものを、中国がスクラップとして購入、中国本国へ開港したものである。購入したのはマカオの民間企業で、表向きは、カジノとして使用するということになっていたが、この企業はペーパーカンパニーであり、当時から空母として再利用するのではないかとの憶測飛んでいたが、実際に中国はこのバリアーグを001型航空母艦遼寧と名付けて2012年9月に就役させた。遼寧の満載排水量は約6万トン、全長 305m、全幅 78m で、最高速力は30ノットと推定されていて、艦載機はJ-15 艦上戦闘機が18から24機の他に、早期警戒機 AEW&C4 機に、各種ヘリコプターが15機前後とされていて、発着艦方式はスキージャンプ方式とアレスティングワイヤーである。これに対して、セオドア・ルーズベルトは、満載排水量約105,000トン、全長 332.8m、全幅 77m、最高速力30ノット以上とされていて、艦載機は、第11空母航空団所属の艦上戦闘攻撃機 F-A18 スーパーホーネット48機、電子戦機 EA18 が5機、早期警戒機 E2D4 機、その他 H60 ヘリ6機である。中国海軍の J-15 は、ロシアの第 4.5 世代艦上戦闘機、SU-33 をコピーした、マルチロール機であるが、ロシア国防省関係者からは、SU-33 と同等の性能を達成することは、できないだろうとされている。J-15 についてのスペック詳細は不明であるが、SU-33 では、スキージャンプ方式での発艦の場合、兵装搭載量は 6.5 トンまでとされていて、J-15 では、さらにそれよりも少ない量になると思われる。一方、FA-18 は、近代化改修が繰り返されて、最新の単座の E 型、副座の F 型それぞれ、第 4.5 世代のマルチロール機として、兵器搭載量は、約8トンで、J-15 を大幅に上回るものとされている。単純に、艦載機の数と兵器搭載量だけを攻撃力として比較すれば、遼寧は、セオドア・ルーズベルトの半分以下で、まともに、空母航空戦を展開したら、セオドア・ルーズベルトの圧勝となるであろう。ただし、実際に戦闘状態に陥った場合には、艦隊防空能力やミサイル性能、あるいは随伴している、海中の攻撃型原子力潜水艦の存在などの要素も大きいほか、艦隊を支援する戦力で、状況は大きく変わり、例えば、海上自衛隊がアメリカ空母を支援する可能性や、中国では、本土沿岸から、地対艦ミサイルいわゆる空母キラーを、同時に、大量に、セオドア・ルーズベルトに向けて発射して、支援が可能であるので、ただ、単純に、アメリカ空母打撃群の方が強いとは言えないことは確かである。近年、南シナ海の領有権を主張する中国の海洋進出が活発で、
フィリピンやベトナムなどと争っていて、きな臭い状況であるが、現状で、中国が、これらの国々とことを構えるメリットはなく、南シナ海においては、じわじわと実効支配を強めていくと思われ、目先の目標は、台湾侵攻と、それに付随する形での尖閣諸島の実効支配であろう。ただ、したたかな中国が、アメリカ海軍と真正面から、正攻法で戦うほど、愚かとも思えず、台湾も尖閣諸島も、アメリカが手出しをできないような謀略を練っているではないかと思われ、次に、どのような手を打ってくるか不気味なのである。